東岸のキャンプ場より1951年、丸沼と共に新日本観光地百選に選定されたことを記念して発行された切手。菅沼は群馬県利根郡片品村にある古称、日光国立公園、日本百景、新日本観光地百選、21世紀に残したい、日本の自然百選、透明度本州1、片品村の東部、 日光白根山の北陸に位置する。標高1731メートル、湖面積0.77平方キロメートル、周囲長6.5キロメートル、水深は最大で75メートルである。湖岸線は複雑に入り組んでおり、大きく3つの湖に分かれている。これらは東から順に、清水沼、ベンヤマ沼、北木沼という名前がついている。菅沼の水は、 西の八丁滝より流出し、丸沼へと至る。この滝は、菅沼から丸沼までの八丁を、水が勢いよく流れ落ちるところから名付けられたとされ、八丁滝とも書く。日光白根山由来の溶岩で川がせき止められて、誕生したせき止め湖である。1930年代、当地に水力発電所が建設され、 下流の丸沼へと水を落としたことから、もともと一つの湖だった菅沼は三つに分かれた。現在でも、水力発電の影響で水位の上下があり、湖岸が荒廃する原因とされている。湖障型は貧栄養湖の様相を示す。雪解け水が流れ込むことから、夏でも低水温である。透明度は13.2メートルで、日本の湖障としては最も深い北海道の摩周湖、くったら湖。 四国湖、パンケ島に次いで5番目に位置し、本州の故障としては、山梨県の本栖湖や長野県の青木湖を抑えて1番目に位置する。かつては19メートルとの記録もあったが、近世道路の開通により、周辺の山々からの水が道路の側溝を通じて流入し、透明度が10メートル前後を推移するようになった。ありがとうございます。